部族の主権。部族の主権とは、先住部族が事故を統治する本来の権限のことで、ある。現在のアメリカ合衆国連邦政府はこの主権を承認し、ワシントン DC とインディアン部族との間の政府対政府の関係を強調する政策をとっている。しかし、ほとんどのインディアンの土地は、アメリカ合衆国によって、新託保有されており、連邦法は未だに、 部族政府の政治と経済の権利を規制している。部族の境界内の人々と物事をめぐる部族の権限はしばしば論争となる。インディアンをめぐる犯罪の部族の管轄が合理的にうまく解決されている中、部族は今でもインディアンカントリーで犯罪を犯す非インディアンの刑事裁判権を獲得するよう戦っている。これは大部分は 部族は彼らの土地で犯罪を犯した非インディアンの逮捕、裁判、そして判決する固有の権限を獲得した1978年のオリファント対スクアミッシュインディアン部族裁判での交際判決が原因になっている。このオリファント判決はインディアンカントリーに未だ議論を呼んでいる。アメリカ独立戦争以前は部族は主権を有する政府としてイギリスと条約を結んだ。 独立戦争中、大陸会議はインディアン問題で3つの地方の行政省を確立し、ほとんどが戦時中にイギリス側についた先住部族との条約と同盟を交渉することを担うものであった。1789年のアメリカ合衆国憲法の創設により、新しい議会はこれらの任務を新設された陸軍省を移管した。政府間の条約は、 1785年のチェロキーのホープウェル条約のように、まだ部族への権利を定義することを頼りにしながらも、主権国家としてのインディアンのネーションの法的な地位は、新しい共和国の初期の時代に変化し始めた。合衆国際交際は、ジョンソン対マキントッシュ裁判の1823年の判決で、先住民の土地所有者の権利を初めて承認したが、 判決は長引いていた部族の主権の問題については答えなかった。裁判長、ジョン・マーシャルの判決は、第一に、連邦政府のみが部族との土地取引を交渉する、権威を持つという原則を確立することに関していた。しかしながら、法的所有権は合衆国政府にあるものの、裁判所は土地を占有して使用する、先住民の権利を確かに認識した。マーシャルは、 合衆国におけるインディアンの土地はイギリスとの条約を通して連邦政府に与えられ、これらの贈与地はインディアンの占有権を唯一の条件として譲り受け人に所有権を譲渡したものとして全ての人に理解されていると説明した。裁判所はまた合衆国の土地所有権に関わらず部族がその権利を政府に譲る場合を除いて、 部族の地域の占有権は失われ得ないことを認めた。主権国家としての部族の地位の問題は、最終的に1831年のチェロキーネーション対ジョージア州裁判での最高裁の判決で決められた。多数意見の書面で、マーシャル裁判長は、アメリカ合衆国内のインディアンの部族、もしくはネーションは、憲法の意味において、外国ではなく、 アメリカ合衆国の法廷での訴訟を維持できないと明かした。マーシャルは部族を国内従属国とみなした。彼はこの概念を練り上げ、これらの国内の国は生徒の身分にあり、彼らの合衆国との関係は彼の保護者と非保護者とのそれに似ていると決定づけた。翌年、ウースター対ジョージア州裁判でマーシャル法廷は個別の州ではなくアメリカ合衆国の 国民政府のみがインディアンの問題に権限を持つとした原則を確立した。当面は部族は合衆国裁判所への道を閉ざされた。1871年3月3日の議会立法は部族はもはやアメリカ合衆国と条約関係にないが、以前にインディアンネーションと調印した条約のすべてを見事する責任をアメリカ合衆国が持つことを規定した。 1886年、2名のインディアンの殺人容疑者の裁判をどこで行うかと問われた合衆国地方裁判所は、アメリカ合衆国憲法は、それによって創設された政府の、その教会内部の幾多のインディアン部族との関係に関して、ほとんど記述がないと意見を述べた。法廷は、インディアンネーションは、アメリカ合衆国の非保護者と結論付けた。 1883年4月10日、様々な居留地にインディアンのための警察が創設された5年後、インディアン担当官はインディアンの違反を取り締まる裁判所のための法律を承認した。裁判所は刑事責任を起訴する場を提供したが、民事問題の解決を求める部族の救済は一つもなかった。新しい裁判所の法律は具体的には、 異教の儀礼と呼ばれていた部族の宗教的実践を印にし、担当官は裁判所にできる限り早く部族の関係を破壊するよう促した。さらにその5年後、議会はインディアン裁判所を運営する資金の供給を開始した。新国家の最初の1世紀以内に合衆国裁判所がインディアンネーションに対する衆と連邦政府の権利と責任のいくつかを明らかにした。 その一方で、現在は合衆国が占領している大陸にもともとあった国々に残っていた既得権を合衆国裁判所が決定づけるまでに、さらにほぼ一世紀かかった。19世紀中頃か,から、関在人が彼らの所有権と資産を保護する訴訟を起こしたように、連邦政府は合法的に部族のネーションの資産、土地、水、 そして条約上の権利の所有権と管理を自覚した。1934年、成分化したインディアン再編法は、インディアンネーションに部族と部族評議会のための権力を列挙した憲法の文書目録から選ぶことを許可した。この法律は、具体的にインディアン違反裁判所を認めなかったが、1934年は、合衆国の権威よりも、むしろ部族の権威が、 部族裁判所に正当性を与えた年として広く認められた。1956年、合衆国裁判所はいかなる法律も部族裁判所を設立していないという結論を出したが、それでもなお数十年にわたる連邦の出資は、それらの裁判所は正当な裁判所であることを案に示せていた。1924年6月2日、 議会は登録された部族の声優を含めて国の市民権を拡大したが裁判所は部族の法律のもとで貫通の罪を宣告されたオグララス族の2名の被告人が合衆国憲法によってその他の市民に提供された法による保護を享受していないとの結論を出した裁判所は1924年以前の判例から判例法を引用しインディアンが特権を行使し 別の権力の下ではなく、一方的権利者の義務を生み出す準備ができているとき、部族の関係は解消され、国の貢献人の職務は終わりになるかもしれない。しかし、いつ、どのようにこれが行われるべきかを決定するのは、議会次第である、解放が全面的、または一部だけであろうとなかろうと、といった、1916年、合衆国体外裁判。裁判所はさらに、 より昔のローン・ウルフ対ヒッチコック裁判に基づいて以下のように断定した。議会がインディアンに対して十分な権威、W ・プリーンリパワーを持っていることは遺憾なく確立されている。裁判所はさらに市民権を与えることそれ自体はインディアン部族裁判所の司法権を破壊しない。また、そうすることに対する議会の一部に意図はないと続けた。 貫通の有罪判決と部族裁判所の権力は支持された。1953年、議会は広報 280W パブリックロー280を制定し、インディアンの土地でのインディアンに関わる刑事及び民事事件についての広範囲に及ぶ司法権を一部の州に与えた。多くの者の、特にインディアンは、それが部族のネーションに彼らの同意なしに、 法体系を強要したために、その法を不公平であると信じ続けた。1965年、第九巡回区合衆国控訴裁判所は、部族裁判所に提訴された部族の成員に、いかなる法律も人身保護令状の権利を含む、合衆国憲法の条項を拡張してはいないとの結論を出した。それでもなお、ホートベルクナップインディアンコミュニティで機能する。 インディアン裁判所は少なくとも一部分においては連邦政府の権力の一部ではないという主張は全くの作り話である。そもそも彼らは連邦の行政府によって作られインディアンのコミュニティであることを強要され、そして今日に至るまで連邦政府は未だに彼らに対して部分制御を管理していると裁判所は結論を出した。しかし結局は第9巡回区は問題になっている。 特定の距離地に、その判決を限定し、我々の判決は、部族裁判所が連邦、または、州の裁判所に適用できる、あらゆる憲法の制限に従わなければならないことを、付随しないと述べた。今日のインディアンネーションにおける多くの裁判所は、州裁判所と、十分な信頼と信用、W、フルフェイスクレジットクローズを確立しているものの、 ネーションにはまだ合衆国裁判所へ直接上申する手段がない。インディアンネーションが合衆国裁判所に州との訴訟を起こすとき、彼らは内務省インディアン局 W ブユロフインディアンアフェアーズの同意とともにそのようにする。しかし現在の法律上では裁判所と議会はインディアン法に関して部族のネーション、州及びアメリカ合衆国でしばしば争われる司法を はるかに洗練させた。1978年のオリファント対スクアミッシュインディアン部族の裁判では最高裁はウィリアム・レンキスト判事による6対2の多数意見として部族裁判所は非インディアンに対する司法権を持ったいという結論を出した。当時の最高裁裁判長ウォーレンバーガーとサーグッド・マーシャル判事は反対意見を提示した。しかし裁判所は部族裁判所は 法廷での礼儀正しさを保つため、非インディアンに対して裁判所侮辱罪を適用できるのか、また部族裁判所は、非インディアンに召喚状を発せられるか、という問題を含む未解決のいくつかの問題を残した。1981年の裁判、モンタナ州対合衆国では、部族のネーションは、部族のネーションの健康や福利構成、経済的利益、 政治的全体性を保護する必要の範囲で、彼らの内政の問題に対する固有の権力を、そして、部族の土地内の非部族に対する民政権限を、有することを明らかにした。この時代のその他の裁判は、部族のネーションの主権を妨げることから州を排除した。ワシントン対コルビル・インディアン居留地連合部族、1 9八十年のも部族の主権は、州ではなく、 連邦政府のみによって決まり、連邦政府より飲み会であるとされた。合衆国体マズリー、1975年のもと、部族は、部族の成員と部族の土地に対して、主権を保持すとされた。1990年のデュロ対、ーナ裁判で最高裁は、部族裁判所は、部族の成員ではないインディアンに対して、刑事裁判を行えないが、しかし部族は、彼らが、 部族の土地にとって好ましくないと考えた人物を除できる伝統的で議論の余地のない権力も所有している。部族の法執行の権力は必要であれば彼らを追い出す権力を持つ。違反者を審理して刑罰を与える司法権が依然として部族の外にある頃では部族の職員は彼を関係当局へ引き止めて護送する権力を行使しても良いと述べた。 この判決を受けて議会は、非部族声員を含む全てのインディアンに対する彼らの、距離内内の掲示板を行使する部族の権力を承認した、デュロフィックス、ズロ、フィックスを可決した。デュロフィックスは、2004年の合衆国体、奈良裁判で最高裁に支持された。21世紀の幕開けには、アメリカ合衆国中の部族裁判所の権力は、部族が、 広報280の定める州にあるかないかによって異なった。部族裁判所は部族の成員とデュロフィックスを理由に部族の土地で犯罪とみなされた成員ではないインディアンに対する多くの刑事裁判を持続した。しかしインディアン公民権法は部族の刑罰を懲役1年と5000ドルの罰金に制限している。広報280の定める州アラスカ、カリフォルニア ミネソタ、ネブラスカ、オレゴン、ウィスコンシンの各州では、部族裁判所は、非インディアンに対する刑事裁判を行えない。広報280の定める州では、インディアンカントリーでの活動での刑事及び民事を、審理する、司法権を州が与えられてきた。それ以外の州では、インディアンカントリーにおいて、インディアンの法律を犯したインディアンは、もしその犯罪が、メジャークライムスアクト、 1153のリストに該当すれば、連邦裁判所に告発され、インディアンカントリーにおいて、インディアンのではない法律を犯したインディアンは、そのインディアンが、部族によって、刑罰を受けない限りは、メジャークライムスアクトもしくはインダンカンドトゥリークライムスアクト、1152によって、連邦裁判所に告発される。インディアンカントリーにおいて、インディアンの法律を犯した非インディアンは、 インディアンカントリー・クライムス・アクトを用いて、連邦裁判所に告発される。インディアンカントリーにおいて、インディアンのではない法律を犯した非インディアンは,は、州によって告発される。部族のネーションが、州に対する裁判を合衆国裁判所に直接、上申する手段がないにせよ、原告が部族、または議会の帰却によって、免除を受けている場合を除いて、彼らは、 主権者として多くの訴訟に対する免除を受けている。主権は部族の企業、そして部族のカジノやゲーム委員会にも拡大している。インディアン公民権法は人身保護令状の手続きを除いては連邦裁判所でのインディアン部族に対する実質的な権利の剥奪のための行為を許可していない。今日の部族とプエブロの政府は大規模な経済的事業に乗り出し、 彼らの司法権内で成長する法執行機関を管理し、経営を統制する法律を導入しているが、しかしアメリカ合衆国は、部族の立法の範囲の制御を放置している。インディアン政府に導入された法律は、インディアン局を通じて、内務省長官の批評、W、Security、セクリティエルレビューに合格しなければならない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。